棚村参考人、はい、ありがとうございます。えっと本日はあの参議院の国民生活経済に関する調査会にお呼びいただきまして、あの本当にあの光栄に存じます。私あの民法を,を専攻しておりまして、あの特に家族法をあの研究をしております。で、その立場からですね、今日はあの。 子どもののの養育費の不払いいいいい問題についてて、えー、お話をさせたただきたいと思います、まあ、時間限られてますので資料としまして一応あの簡単に用意をさせていただきましたで一つがまあ養育費をめぐるあの問題で私自身がやはりあのこの点は改めたり検討しなきゃいけないというところをポイントを絞ってあのご提案をさせていただきたいと思います。 あのちょっと声が枯れていますので、すみません、聞き取りにくいかもしれませんが、それがあのレジュメのような資料になっております、それで別点ということで、私自身があの養育費の取り決めを促進し、履行をどうやってこう確実にするかという、法案のようなものを少し、ね少しあの,えあの作成してみました。で 先生方のご参考になればということで若干後でご説明をさせていただきたいと思いますじゃあ早速あのお話をさせていただきますまずあの養育費のまあ不払いの問題についてはですねあの厚労省のまあ2016年の一人全国一人世帯調査というのがあのございますそれを見てもお分かりだと思いますけど取り決めをしているあの まあ、母子世帯がまあ4割ちょっっととというなうなことになってまます。から受け取っている養育費を受け取っているところは24.3%っていうんで5年前より少しよくはなったんですけれどもあのかなりこう厳しい水準になっています。で今一人合親であの例えばシングルマザーズフォーラムなんかの調査の結果を見ましてもですねそれから一人合親の支援協会っていうような形のところの,あのまあえっ、ー、と 調査結果を見てもですねコロナ禍でもってですねかなりこう厳しい収入が減少したりですね入ってこなくなるとかですねそれからせっかくもらったひとり親のまあ特別給付金みたいなものもですねあの電気ガス水道とかいろんな生活費で消えちゃったというのが多くなっています。要すするににに、えー、どうにもならなららい状況がですねさらに あの厳しい状況を増しているというのはあの先生方も一致するところだというふうにあの思っています。で私民法の立場からですねこういうふうに一の,のところではですねそもそも養育費とか扶養料とかっていうものがあの民法法律の中で,ですねきちっとやっぱりあのまあ明確にされていないのがやはり今の日本の現状です。であのここに書いてあるように。 まあ生活保持義務とか扶助義務とかって先生方もこう法律の概念で分かりにくいかもしれませんけど要するに自分が例えばビーフステーキ食べていたらですねあの子供ややっぱり妻もやっぱり一同じものをやっぱり食べなきゃいけないっていうぐらい重い自分と同程度の生活を守りましょうという重い義務になっています。それれから余力があればですねあの えとそれを振り向ければいいと自分がお腹がいっぱいになったらですねあの余ったものを分ければいいっていうのは扶助義務っていうね、まあ、言い方をしていますただあの親子っていうのはですねあの離れて暮らそうがですね離婚した後であろうがやっぱり子どもたちは親の助けが必要です経済的にも非常にこう支援が、まあ、必要ですけれどもそれについてきちっとあの名文でもってですねあの定めているところは何せ 明治民法っていうのはあの、えー、当時は素晴らしかったんですけども120年以上の前の、まあ、規定があの根本的なやはりあの下地になっています。でそのあたりのところはやっぱりあのきちっと未成熟の子ども誰がやっぱりあの、えーとまあ、あのお金の面だけではなくてです、ね、面倒を見ていくんだと、まあ、いうことが必要です。それからもう一つあの 同居してる親と、まあ、別居する親っていうんですかねあるいはあのあの親権を取った親とそうでない親とかっていろんな分け方があるんですけれどもこれもあの請求をすするとときにいいろろ根拠規定がありま別れても離婚前の夫婦としてあの婚姻費用の分担という形で子どものまあ教育費養育費取るという時もありますし。 から看護費用っていうんでこれは2011年の民法の改正でようやく入った規定なんですけれどもそこのところでやはり扶養の,の877条っていう親族一般のですね面倒見の扶養のところの規定あのどれも使えなくはないんですけれどもやはりきちっとそこでの,あのえ基準とかルールとかですね方法とかっていうのが 定められていませんでこの辺りもです、ね、あの子どもの生きる権利とかですね健やかに成長発達する権利から教育を受ける権利学習する権利とかっていろんなやっぱり子どもの権利を実現をして子どもたちが本当に笑顔でですねあの、えー、年寄りのために何か未来をあの、えー、世話されるっていうそういう話じゃなくてですねむしろあの生き生きとできるということへのあの。えー まあ民法上もですねあのきちっととルルール規律置いて欲しいてしそれから3番目のところですけどこれも時間があまりないかもしれませんけども養育費についてはだいぶこう紛争があってですねこれはあの、えー、別居した時の生活費の請求婚姻費用の請求もそうなんですけども非常に争いが多くなってきましたので算定票っていう一応目安を あの示しまししままょうっていういのが裁判所で行われましたただこれもですね2003年ということでだいぶ時間が経って生活自体とか物価とか経済状況こういうもの反映してないんじゃないかということですのでぜひですねあの先生方も含めまして要するに裁判所が紛争解決のためにルールを かから省とかですね要するにいろんなところが知恵を絞り合って厚労省もそうですけどもあの、えー、とガイドラインとかですねそういうあの、まあ、算定表とかそれから、まあ、今回提案するのはやっぱり自動計算ツールみたいな形で目安としてですねあのこれくらいあれば生きていけるそれからあの文化的なあの最低限のものはもちろんできるそしてできればですね本当にこう ゆとりを持って生活できる金額っていくらなのかっていうことを先生方も含めてですねきちっと考えていただいてそれをある意味では全国でですね困っている人たちに対して示していくと。 でそうすると紛争が起こってもですね変えなきゃいけない事情があるかとかですねそれをやっぱりあの上げた方がいいのか減らした方がいいのかっていう議論もですね家庭裁判所もやっぱりあの、えー、国民みんなの,あの総意でもってね決められたものだから払ってくださいとかですね、まあ、言いやすくなると思うんですね。でこののりり、ももきちっとやっっとと。ややてほしいそれから養育費ででももめ,めるのはですね、やっぱり いくら払ったら妥当かっていう問題もあるんですけどあの決めた後にですねやっぱり事情が変わってくるってことは結構多いわけですね再婚したとか養子縁組をされたとかまあ,あの一番大きいのは今事件ではやっぱりあのリストラされちゃったとかですねお金があの給料を減らされちゃったとでそれで変更してほしいって言うんだけどあの変えてくれっていう言われてる方もきついわけですよね。 そ,れからその辺りのところもですねあの、えー、とどういう事情があればあの変えられるんだということをやっぱり明確に、まあ、していく必要がありますそれからこの債務名義っていうところであの2のところであの書かせていただきましたけどもこれもですねやっぱり、えー、とまあ調の長所とかですね審判とかあるいはまあ判決とか和解調書とかですね、まあ、こういうそれから公正証書,書っていうのが 債務名義ということで、まあ、これがあれば強制執行ができますというものですでただこれについてもですねやはりあの先ほど言ったようにあの取り決めしているのが六割とそれからあの、えーとまあ、不死世帯はまあ必要もないという人もいるのかもしれませんけども八割近く取り決めもしてないとで競技離婚が九十パーセント弱ですのであの どんなふうに取り決めをしてどんなふうにこうあの離婚したあたりの責任を負ってるのかっていうのは分かりませんでした今あの法務省であのあの全国のウェブ調査をあのいくつかさせてもらって、まあ、あの法律以外のいろんな分野の先生とも協力してあの、えー、と統計あデータが出てきました。それで、まあ、今後ちょっとといいろろ そういうデータに応じてですね必要な制度あのやるべきことを明らかにしていきたいんですけどもやっぱり身近な自治体で離婚届だとかそういうものをあの配布したり受け付けたりする、まあ、段階ですねせっかく来た時にやっぱりそういうことについての相談支援の体制がですねあのできるようにしてはどうかとそれからこれ取り決めの義務化っていうのは一方ではあの重いことになるので DV だとかいろんなことを抱えてもう早く別れたいという方にとっては、まあ、負担になる可能性もありますでただこれについてはやっぱり少し考えなきゃいけないそれから養育費について先ほど言いましたけれども何らかの形でこの債務名義にするのをですね裁判所か公正交渉人が使わなければだめだってことになると結構皆さん敷居が高いんですよね。 ですからこの辺りのところも少しあの検討してはどうかで特にあの身近な自治体での,あの支援というところはここに書いてありましたけども簡単にあの済ませますけどもやっぱりあの相談支援体制それから情報提供それからまあ親ガイダンスとかですねこういうようなことについてもあの少しこうあのまああの教育啓発みたいなことを まあ意識を少し変えてもらうとかですね、まあ、そんななことがやっっぱり必要になってくるそれからあの競技離婚制度については先ほども言いましたけどもあの養育計画とかですねそれから親ガイダンスとか、まあ、いろんなものをやりながらですねあのお子さんのことについてのこう取り決めをあのうまくこう促進するあるいは話し合いができない人たちは例外的にですねあの話し合いをしなくてもあの でまあ、要するに決められるあるいは火災の方に誘導して早く解決できるとか、まあ、少し工夫が必要だと思いますでいずれにしてもあのここにちょっと3ページのところはもう駆け足でいきますけれどもあのえっと 一番やっぱり大事なのは今の調査結果を見てもですね裁判所も弁護士さんもいくらかかるか分からないとか敷居が高いことはもう間違いないんですよねそうするとむしろその行政とかですねそういうところがきちっとこう養育費についての取り決めとかあるいは決まったことをちゃんと守らせるということであの、えー、専門部署みたいなものをやっぱ置いてってはどうなのかなっていうようなことをちょっと考えます。後で ちょっとお話はそれからその他あの民事法の立場からすると、やっぱり別居っていうことが起こってですね。だいたい相談を見るとですね。あの問題が起こって別居中の紛争っていうのが7割ぐらいかなり深刻なんですね。で、離婚した後の紛争っていうのもまあ、3割ぐらい深刻になってくるんですが、まあ、5年とか時間が少し経ってくると。 落ち着いてくると傾向がありますそうするとやっぱり法定別居制度みたいなものを少し検討してですね別居している間の,あの紛争の解決あるいはあのえっと社会的な手当とかですねそれから公的給付とのまあ私的な養育費とか債権とのまあ相互の関係を少し整理をした方がいいのかなと、まあ、そういう意味ではあの法定別居制度みたいなものはあの検討してはどうか。 それからあのできる範囲のところなんですけどやはり住所が、まあ、か養育士相談支援センターとかいろんなとこ行きますとやっぱり住所が分からない、それから強制執行だとか、まあ、いろんなあの手立てどんな書類を集めたらいいか分からないとか、まあ、そういうあのかなりこうあの入り口のところとかあのやり方の問題でかなりあの悩まれてあのいます。ですからそのあたりもです、ね、非常にこうあの 今ある制度をもうう少しし工夫してはというのはいののこ提案ですそれから履行勧告・履行命令制度ももうちょっとこう実効性を高める必要があると。であの4のところで書いたのはですねあの一番最後の方なんですけどあの養育費の不払いに対してどういうふうにあの日本はあの取り組んでったらいいだろうかっていうときに、まあ、あの北欧の国々はですねある意味では建て替え払い制度っていうんで子どもの問題はあの社会や国で責任を負うと。 教育だって無償でですすしって手厚いんですねただあ,のあそこはやっぱり国の規模が小さいのと幸福子幸負担っていうんで国民のコンセンサスがかなりできているとこなんで、まあ、社会保障の一環としてこの問題を解決しちゃいましょうと、まあ、いうことは比較的やりやすいと思うんですね。ところがアメリカとか、まあ、イギリスオーストラリアニュージーランド英米の国々ですと基本的にはですねあの個人や家族 これれが取取るものはやはやりぜひ取ってですねその取る取り方とか決め方を応援しましょうとでこれはかなりあの強力にやりますので居所を探して取り決めをさせてで決まったことを払わなければまあ刑務所に入れると犯罪としてですねそれぐらいこう徹底しているわけです。でお隣の韓国は実はですね2015年まではですね あの養育費の取りり立て受領率は日本より悪い17しかなかなったところがこの問題は非常に深刻であると一人親だけではなくて子どもの貧困の問題を解決しないといけないというので養育費離行管理員というのとかなりこうあの、えー、英米型の,あの強制徴収強化型っていうのを導入してでそれでもつなぎで足りないときには一時 的な養育費緊急支援サービスとまあこういうのをあの導入しました額は残念ながらですね月2万円ぐらいですごい安いでですすごんねだけどもあの、まあ、日本なんかはですねぜひ一生懸命取ろうと思って頑張っても取れない人たちのために、まあ、建て替え払い型か緊急支援型か分かりませんけどもぜひそういうものをあの作ってもらいたいと、まあ、こういうあのことです。あの 私ので思案のところを簡単に説明しますもう2分しかありませんのであの先生方にまあ法律家なのであの法律の条文を作るとかあの構想するのは結構あのできるんですがただやっぱりあの子どもの問題は実は本当に最優先課題であって、まあ、今日あの出てるテーマ 全てあの非常に重要なテーマだと思いますけれどもあのこれをやっぱり国としてもあの、えー、しっかりとこうあの、えー、実現していかなければいけないと、まあ、こういうことであの国の責務地方公共団体の責務それから父母も責務を負っていただいて国民全体も負ってっていうんであのガイドラインを作ったりあるいはあの まあ僕はあの養育費相談支援機構とかっていう独立行政法人考えたんですけどまあ今度こども庁ができますのでぜひあのこども庁っていうところを通してねあの縦割りの行政の弊害を横串を刺すそれから独立行政法人みたいなところでせっかく国がお金を用意して予算をつけるんですからその配分をきちっとできるようにする。そしてあの ある意味では養育費の問題だけではなくて場合によっては面会交流とかお子さんの問題についてまあ虐待とかいじめとかですねそういうところも総合的にワンストップサービスであのえといろいろ応援ができるというようなことを作ってはどうかなということであの提案をさせていただきます。こここれれいいいいいいろろろまだままだだだ足りないととっっぱいあると思いますけけどもお隣の韓国がこれだけ頑張ってあの 今養育費の受給率は35%に上がっていますで運転免許とかですねパスポートの停止の制度も法律で入れましたでさっき言ったんだよ裁判所ではなくて養育費履行管理員で ADR をやってそこで合意を形成させてあの債務名義にしようとただ大法院というか最高裁があの韓国でも大反対してそれは通らなかったとただ 今、喫緊の課題を抱えてますので、まさに政治家の先生たちがです、ね、声を上げて動いてくださると、もしかすると子どもたちに本当にあの養育費が届いていく、あるいは払えない人には国の方で責任を負っていくというシステムができればということで、あのすみません、時間あの、超過したかもしれませんが、あの私の,あの意見を述べさせていただきました。ありがとうございます 田村参考人大変ありがとうございましたそれでは次に大沢参考人お願いいたします、はい大沢